どうも皆さんこんにちは、エンマースです。皆さんは日々スマホ触ってますか？俺は触ってます。めちゃめちゃ気がついたらスマホ触っちゃう。10分一息つこうとスマホ触って早2時間。危ないんですよ。だからデトックスしようと思いました。たまにはそういう日も必要なんじゃないかな。スマホを一日触らない日が、まあ年に数回あってもいいんじゃないかと、そう思いましてですね、デトックスしたんです。 SNS 断ち切りました。一切。そしたらモンハンの新情報が来てました。そのモンハン新情報というのが、どうやらモンハン YouTuber が先に見れた情報だとか。永久にデトックスしてやろうかと思いました。さあ、というわけでですね、モンハン新情報が出ました。その情報とかを公開というか、いろいろ喋っていきたいと思うんですが、今回ばかりはね、私が見た情報ではなく、他の方が見た情報を私が語っているというね、ただの二番煎じなので、最新情報をしっかりと手に入れたいという方は、私のチャンネルではなく他の方の YouTuber さんのところで動画を見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。まずなんですけれども、なんかオープンワールドじゃないみたいですね。うん、でもなんかオープンワールドではないけど、なんかオープンワールド味を感じる。それこそクエストを受けてロードを挟んでマップに行くという感じではなく、普通にクエストを受注してそのままマップへもう歩いて行っちゃうみたいなね、なんかそんな感じらしいのかな。全部かなです、今日は。自信を持って言えません、何一つ。すいません、本当に。感想なんでね。もう俺もその場で見たかったんですけど、そういうことが全然叶わなかったらしょうがない。フィールドに、マップへ出た時に、モンスターがいて、例えば、ドシャグマとか、バーラハーラとかね、いたとして、で、そのモンスターと戦ったっていうか、まあ、攻撃かな？攻撃したら、戦闘が始まる。そっからクエスト時間とかがあるのか。クエスト時間がそもそもあるのかどうかが、謎ですけどね。うん。だって、クエストが終わった後、なんかいつもの60秒間あるじゃないですか。クエスト終わった後拠点に戻りますとかね、集会所戻りますとか、なんかそういった感じも今回もう今作ないみたいなので、城が終わったらまあそのままね、探索につなげてってもいいしみたいな感じらしいので、まあそこら辺がどうなってるのかなっていう感じですよね。どうなんだろう、クエスト時間あるのかな。なくていいと思うけどね、普通のクエストだったら。なんかそれこそ、まあ、はアイスボーンのミラボリアスとかだったら、その制限時間内に倒さないともうきついよみたいな、それ以上は持ちこたえられないみたいな感じだと思うから、まあ一部の強いモンスター戦とかは、そういう制限時間が設けられてるかもしれませんけど、まあ、フィールドで普通に戦う、狩猟が開始されるっていったものに関してはまあないのかなっていう。でもそこら辺でもワールドと一緒だよね、言ってしまえば。ワールドだってストーリー上で、マップ探索してる時に、まあメインのね、今倒さなきゃいけないモンスターが出てきました、その戦闘開始しますってなった時、まあ探索扱いで倒してるから、言ってしまえば制限時間もないし、まあ落ちても何回落ちてもいいっていう感じだったから、まあストーリー、今回ね、その他の方々が見た YouTuber さんが見た映像っていうのは、まあストーリー上のあれなんや、どうなんだろう。ストーリー上だったらムービー入るよな。ムービー入ってなさそうだったんだよな、語りに。ってことは普段の普通の狩猟でフリークエみたいな感じの狩猟を見せられた可能性が高い。どうなんだ、制限時間あるのか。わからん、見せてくれ。で、マップがなんか今回従来の2倍ぐらいの、まあ2倍以上ぐらいの広さみたいなので、わー、楽しみですよね、純粋にね。だって言ってしまえば、もうほとんど見た目の変わらないマップをいくつ用意されたところで、いや別に移動時間が増えるだけだからね、いや別にそこを広くしなくてもいいみたいな感じになると思うんだけど、でもそれで2倍以上の、まあ、広さにしてるとか、まあ、大きさにしてるってことはね、1マップは砂漠の、なんてっけ、もう分かんないや、当て地が今の出てるマップあるじゃないですか。まああれもあのマップフィールドで、まあ、四季折々ね、変わるとかありましたけど、それ以上にエリアによって全然見た目が変わるとか、ね、なんだったら毒沼ゾーンそれはダメ、それはダメです。まあ普通に沼ですね、
沼ゾーンみたいなところとか、まあ、それこそうわダブルクロスのなんだっけあれ、あれよシェンガオレの抜け殻があったところみたいな、それこそねナウシカ風の谷のナウシカみたいな、もう普通のフィールドなんか高低差はすごいあるみたいだからマップ自体のだから表面上、まあ一番上の層はね、砂漠とかそういう地帯だけど、下に行けば行くほど、まあなんかね、暗い洞窟ゾーンから、そのさらに下行けばなんか正気じゃないけど、なんか胞子か、ね、風の谷の直しかみたいな胞子ゾーンみたいなのがあるみたいな。そんな感じで、あの、表面上は、まあその、普通の従来のものと大きさが一緒ぐらいだけど、高低差という部分で、まあマップの広さが2倍になってるんじゃないか説。っていうのはね、想像が湧き立てられますよね。見て。で、聞くところによるとですね、まあ、これ嬉しい情報なんですけど、比較的、マップ平らだと。ね、素晴らしい。これ自分懸念してたところなんでね、もともとその、一個前の PV2、プロモーションムービー2で見せられた映像の中だと、ちょっと割となんか砂漠のところとか、なんか高低差すごすぎるんじゃないかみたいな。ランスそこで戦うの大変じゃねっていう話とかをね、配信でさせていただいてたんですが、まあそこら辺の問題が割と解消されたのかなと。まあこのマップで、ただ広い、ね、っていうだけではなく、高低差すごいって書いてあったから、高低差ってその、普通に1エリアの高低差なのかなと思ったんですが、そういうわけではなさそう。普通になんか平らっぽそう。いいですね。すごい戦いやすいです。これははかどりますよ、周回が。ありがとうございます。ストレスがないですからね、高低差がなければないほど。素晴らしい、ありがとう。で、次、傷つき、まあ、傷つきに関してはまあなんかそのハンターの攻撃以外にも落石とかね、縄張り争いとかでも、まあ、傷つきが、まあ、傷つき部位ができる。で、傷つき部位、今までちょっと分かりづらかったけど、まあ、今作からは、なんか赤くなるのかな？赤くなって分かりやすくなる。傷ついた部位が。まあ、ランスを使うってなったら、もう本当頭とか、本当弱点しか殴らないので、まあ、なんか全身が赤くなるみたいなことは、ね、傷つきが全身に巡って、全身真っ赤になるってことはないと思いますけど、逆に見てみたいけどね。チャークとか、なんか、意外と頑張れば全身傷だらけにできそうですけど、まあ、それはそれで、マルチ強いな。マルチ強いな。待って。いや、あんまりランスマルチ向いてないって話したくないんだよな。まあいいや。っていう部分で、まあ、ランスはね、まあ、どこを狙いやすいとか。で、傷ついた部位ができたら、まあ、そこ集中モードで、特殊モーションにつなげられるみたいな感じだったかな。間違ってたらごめんなさい、本当に。楽しみですよね。で、やっぱ一番気になってた、まあ俺がそのさっきね、あの高低差というか段差坂道多すぎないか問題が気になってたんですけど、もう一つ気になってたのがこの傷つけ問題。簡単に言うとクラッチして傷つけが、まあちょっと俺はいや否定派じゃないですけど、まああんまりちょっとそれが主流となって主流というか、まあメイン主流の要になってきてしまうと。ちょっとまあ、あの、ストレスが溜まってしまう部分も結構出てきてしまうのではないかという懸念をしてたんですが、まあ、そもそも、傷つけモーションがあるのかどうかは、あるっぽい。なんか、聞いた感じ。あるっぽい。ただ、今までみたいにカウンタークロー、まあ、ランスがカウンタークローあるかちょっとまだわかんないですけど、クラッチして、ハンターがシパッって、クラッチして、傷つけっていうモーションではなく、普通の攻撃モーションの中に傷つけモーションを派生で組み込むことができるみたいな感じだった。いい。すごくいいです。だから言ってしまえば、まあランスだったら、まあこうやってね、上段突きとかしてる最中に、なんか傷つけモーションをなんかまあまあシッってね、じゃないけどね。そういうのを戦闘の中に組み込む分には、全然いいです。むしろありがとう。だって、それが一番安全だもん。カウンタークローが割とそのランスは、まあ、新モーションとしてね、アイスボーンで、ドンと来たやつでしたけど、あれは本当危険な行為でもあったので、うん、傷つけモーションを行った後のやっぱりダメージ、被弾をしてしまうっていうリスクがかなりあったんですよね。それで普通にワンパンされてしまったりとか、それがきっかけでオツに繋がってしまったりが全然あったので、それがちょっと、
まあその安定さに欠けるという部分で嫌だったんですが、普通の戦闘の中に組み込めるっていうのであれば、自分の中でこのタイミングだったら絶対ランスだったら、まあ、ノーリスクで傷つけを行えるなっていうタイミングは分かってくると思うので、まあね、まだこれからランスを使おうかなと思ってる人でもやっていけば、多分あこのタイミングだったらいけるっていうのは出てくると思います。でそういった部分でもさらにランスの安定さっていうのが、以前に比べると比較的に上がるかなと思うので、すごく嬉しいです。ここに関しては安心しました。ということは、まあ、傷つけがしやすいという状況におそらく変わったので、弱点特攻の使用は、まあ、ワールド、まあ、アイスボーンベースなのかなっていう。だったらいいんじゃない、うん、傷つけ部位があるところプラス 20% なんですけど、アイスボーンの、弱点特攻は。もとね、弱点特攻3つけてたら、まあ、50% ね、回心率が上がるっていうものでしたけど、そこの部位に攻撃した時、肉質45ね、以上。だったんですけど、まあ、アイスボーンだと、素が30。弱点特攻レベル3で素が30で、傷つけ部位に行ったらプラス20で 50% っていう感じだったので、傷つきができてない部位には回心率が 30% しかもらえないっていう、ちょっと厳しかったんですよ。場合によっては。でも今作は、それは、まあ、別にそんな苦ではないのかなと思ってます。まあ、武器種にもよるだろうけど、まあ、ね、どうなんだろうね、その傷つけモーション次第だね。確かにそこは気になるね。めっちゃ気になる。で先ほどね、落石っていう部分ちょっとお話ししたんですけど、落石でもね、傷つけを行えるっていう風に言ったんですけど、落石の場所っていうのがやっぱり分かりづらいじゃないですか。まあ落石どことか、まあマップ上にある、まあ、ギミック、地形ギミックみたいなのってどれが使えるのかってやっぱ分からないじゃないですか。最初はそういった部分で、お供がなんか今作教えてくれるみたいですね。でもそれはあくまで、まあ多分猫語でもいけるとは思うんですけど、人語だからこそ分かりやすいみたいなところもあると思うんですよ。ここにあるよ、あそこの落石使えるよっていう風にね、やっぱ言葉で教えてくれるから、ただテロップでバッて出されると、やっぱりモンスターとのね、狩猟に集中してるわけですから、やっぱ目いかなかったりするわけなんですよね。いきなり文面で出されても。でもやっぱ言葉で、ね、耳で入ってくる情報っていうのはかなりでかいと思うので、まあ、お供を人語で喋ってもらうっていうのはでかいと思うんですが、まあ、それでも、まあ、今作、お供に関しては人語か、まあ、猫語か、にゃ、に変えられるかどうか、自分で決められるみたいなので、まあそこはご自身の好きにっていう感じですよね。まあ俺からしたら、まあ一個人 M 橋としての感想を言うと、まあ人狼ですよね。うん、だって寸劇しやすいもん。人狼で喋る普通だって、俺だって最初違和感あったもん。寸劇でお供に猫でね、それ語尾にほと取ってつけたかのようなにゃをで喋らせてましたけれども、まあ、違和感もありました。まあいいかなと思って、まあ、これはこれでおもろいかなと思ってやってましたけど、まあ今後違和感なくなるってわけですよね。デフォルトになる。むしろ先駆け、ありがとうございます。全然違う。そしてキャンプね、やっぱマップが広いわけですから、その分やっぱキャンプの拠点というか、もう増えるみたいだと思うんですけど、その中でも安全なキャンプと、まあ、不安定なキャンプっていうものがあって、まあ、安全なキャンプはもう最初からドスンとね、ずっと構えてるわけなんですけど、その中でも不安定なところに関しては、好きなところにハンターが、まあ、簡易キャンプ的なものをね、設置できる。だからこのモンスターと狩猟したい、土砂熊をめっちゃ狩猟したい、周回したいっていう時に、土砂熊の初期位置大体ここだから、この土砂熊がね、例えばエリア10初期位置だとしたら、エリア10に近い、簡易キャンプのところを作っておきたいなっていうので、作ることもできそうだと。これかなりいいですね。だから好きなところどこでもいいかっていうわけではなく、ある程度場所は決められてる。ここ簡易キャンプ置けますよみたいな。ただし、壊される可能性もある、簡易キャンプは。ということでリスクはあるんですけど、まあどれくらいの頻度で壊れるかだよね。だからモンスターに襲われて壊れるっていうことだと思うんですけど、まあ、実際に戦闘とたらね、土砂熊と相対してる時に、実は裏で他の小型モンスターとかバーラハーラとかが、まあ、故意にその簡易キャンプを壊しに行ってるのか、それともクエストとか終わった後に、一定確率で簡易キャンプが壊される。
モンスター、大型モンスターを倒したら 20% とか 30% の確率で簡易キャンプが壊れますよみたいな、そういう仕様なのかどうだかは分かりませんけれども、まあそんなすっごい高頻度に壊れるって言ったらストレスやばいと思うので、さすがに、まあ、10%、20% ぐらいだと思うんですよね。そう考えるとめちゃめちゃいい、かなりいい。やっぱ周回するミントじゃない、絶対モンハンを語る上で周回ってのはやっぱ避けられないので、まあ、好きな、モンスターと狩り続けるもそうですし、モンスターの素材が欲しい、レア素材が欲しいってので周回する、もしくは装飾品が今回もマラソンなのかね。我が名はウォルガノスであんだけ回りましたけどね、我が名はウォルガノス回るだけで、俺何時間使ったんだね、30時間いかないぐらい、27時間、使いましたから、それでもまだ終わってない。だから50時間ぐらいは装飾品マラソンをまだしなきゃいけないっていう状況なので、自分はそういった部分でやっぱ周回ってね、すごい時間かかるし、今できるだけ楽にしたい。簡易キャンプとても素晴らしいと思います。ありがとうございます。ストーリーに関して、ワイルズのストーリーに関しては別に、ね、ワールドとかアイスボーンをやってなくても、全然大丈夫ですよっていうことでした。うん、まあ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 、だからちょっと時間がなくてね、他のゲームもちょっと熱熱すぎて、ちょっとモンハンワールドとかアイスボーンちょっとやってる時間ないんだよっていう方でも、まあワールズから始めても何も問題なくストーリーに没入できるってことはかなりいいですよね。ただやっぱりクラッチもあるし、なんだったら相違もあるみたいなので、隠れ身の相違が載ってたみたいだから、映像でそういった部分でやっぱりワールドの、まあ、戦いがベースとなってるっていう部分はかなり強いと思う。そういった中だとやっぱりやっといた方が、いざワイルズやった時に、まあ、すぐいろんな新しい新要素もすぐ体に馴染めてストレスなく狩猟を始められると思うので、やっぱりゼロからね、息バッてやろうとすると大変なんですよ、モンハンって。特に初めての方だと、モンハンってね、言ってしまえばなんだろうこれまあ言っちゃうとあれだけど、不親切なんですよね、割と。あんまり情報、新規の人に対しての、なんだろう、モンハンってこういうゲーム、この武器はこういうことも、こういうこともできます。1から10全てを説明してくれるわけではないので、派生とか、こっからこうつなげると、火力の出し方とか、いろんなね、すると、まあ、ギミックとかに関してはハンターノートとかにも書いてあったりするんですけど、まあ、自分でそれは探さなきゃいけない。なんかクエストをやりながら全部1から10説明してくれるっていうようなゲームではないので、そういった部分で、ゼロからワイルズを始めてしまうと、まあ、知らないことが多すぎて、まあ、その満足に、やっぱもうこれを全部体験、ね、モンハンユーザー、元からモンハンを好きな人からすれば、新規の人に、ここまで体験してほしいっていうのが新規の人は味わえなかったりするかもしれない。っていう部分で、今のうちにワールドアイスボーンはやっといてほしいかなと思います。その方が、本当に、すぐに、わっここが変わったんだ、アクションここ変わったんだ、うわ、こここんな便利になったんだとかね、いろんなね、発見とかね、喜びとかも味わえると思うので、ぜひやってほしい。あとは、クエストで、多分クエスト自体はあると思うんだよね。残ってると思う。だから、今、バーラハーラが、すごいなんか、活発的に活動してて、被害被っちゃってるから、どうにかしてほしいみたいな、依頼文ね、とか、ね、従来のモンハンだったらあるんですけど、まあ、今作も多分あると思うんですよね。全部が全部っていうわけではないと思うけど、一部そういうクエスト、フリークエスト的なものがあるんだとしたら、依頼文に、これ前から言ってるんですけど、ワールドの主人公からの依頼文とかが後々来たらね、ワールドの主人公からの依頼文か、だからまあ、導きの青い星からの依頼文なんですけど、絶対ワイルズではないですね。多分ワイルズの次、マスターランク行ってからかな。マスターランク行ってから、もしかしたら本当に DLC の最後とかで、とかまあアイスボーンのモンスターが復活した時に、なんか依頼文でね、導きの青い星っていう差出人が出てたら、あっちじゃないですか。早く見たいんですよ。だってアイスボーンのゲームだって割と前のゲームですし、結構前、時間経ってるんでね。もしくは普通にワールドアイスボーンで登場した人物がチラッと出てくるかもしれない。初心者救難という部分で、の新情報だと、救難
急な信号でオフラインでもまあ呼べると、 NPC3 人呼べる、まあ、3ブレイクで同行声ありましたけど、その時は NPC2 人だったんですよね。だから合計で3人で行くことができるっていうクエストだったんです。今回はもう完全に4人っていうことで、これどういった動きになるの か、 だか前はね、同行声はこのキャラクターはまあこういうことをしてくれるみたいな、狩猟笛を持ってきて、でかつ狩猟笛の旋律はこういうこうで、あとアイテムはこういうこういうのを使ってくれて、粉塵とか撒いてくれて、あんまり回復はしてくれないよみたいなね、そういうのがね細かく設定されてたんですけど、今回は急なんでプシュって呼んで、まあ多分ランダムに来るみたいな感じだと思うので、さすがに急なんで来るってことは最初から来る人たちを選ぶっていうのももしかしたらあるかもしれないけど、急なんだとね多分そういうことですよね。だからランダムでだから おもろいよね、それどういう人が来てくれるのか、 NPC だけどコンピューターだけど面白いので、でもやっぱり一人でね狩るのはまだちょっときついんですってね、初心者の方とかね、まだまだ不安だっていう、ね、方からすればめちゃめちゃいい仕様だと思うので楽しみですよね。だから言ってしまえばマルチクエもできるようになるかもしれないってことですよ。今までやっぱりムヘトとかマムタロトとか、特にムヘトソロ戦の人かなりきつそうだったんですよね。当時やっぱりみんなムヘトにぎわってて、ムヘトの防具武器強くてみんな周回してたけど、でも私こういう風に強い防具とか装備とか分かっててもソロでやりたいんですっていう方がやっぱ一定数いらっしゃったんですよ。でそういった方々でももしかしたらこれでできるようになるかもしれない、マルチ専用クエ。俺も嬉しい。俺も基本やっぱりソロ戦なのでソロでやるのが好きなんですけど、まあどうしても無理っていうモンスターやっぱりいるので、システムっていうか仕様上ね、マルチ仕様モンスターとかだってやっぱ無理なので、そこをこの NPC が救済してくれるってなると本当に神です。これもう何神レベルじゃない、僕もう宇宙です。それぐらいありがたい、それぐらいまあ期待できるコンテンツですよね今後。うん、まあ、マルチ専用クエが今回来るのかどうかわからないですけど、そういった時に助けてくれるんであれば嬉しいですね。マジでそこに期待します。最後、セクレットに武器2つ持ってきる件についてなんですけど、まあ今回で分かったのがちゃんとあれかな、違う武器種も持っていけるし同じ武器種も持っていける。ただ、武器は変えられるけど防具は変えられないみたいな感じでしたね。ただこれが今後もしかしたらなんか調整とかで変わるかもしれないっていうこともありそうでした。だから最終的にはちょっとした、まあ装備 1V とか 2V とかだったら変えられるのかどうだか分かりませんけれども、あとはちょっとスキルの方を、見直しする、もしかしたら今まで別々に分かれてたものが複合になることによって、いろんな武器種でも使えるようなスキルになってるみたいな感じになるかもしれない。それで思ったのがやっぱりセルデギオスね、やっぱここなんですよ。なんでって思うかもしれないじゃないですか。人輪磨きなんですよ。人輪磨きって回避したら切れ味回復するじゃないですか。でもこれ剣士だけじゃなくてガンナーもそうなんですよね。弾が回復したりするので、だから両刀いけるんですよ人輪磨きって。かなり今回の仕様にマッチする、すごいありがたい。まあ、細かいところやっぱねは難しいですけど、それこそ弓とかだったらため段階1段階解放とかそういうのが必要になったりとか、ね、いろんなところあると思いますけど、まあでもちょっとね、今後装備をスキルをまあセクレートを通してちょっと変えられるってなった時に、まあ、人輪磨きはありがたい存在になってくれるんじゃないかっていう部分で、なおやっぱセルレギオスに期待してます。私は諦めきれないです今回も。まあ前回は登場、サンブレイクは登場できましたが、新たなね、成長は得られなかったので、むしろ空気薄いまま終わってしまったので、わりかし、頑張ってくださいセルレギオスさん、応援してます。というわけで、今回モンスターハンターワイルズの、まあ、新情報を提供してくださった方のものを見て皆さんに提供しているわけなんですけれども、提供とは言えないですねこれね、もうみんなと一緒に語ってるだけです。うん、もうこれはだって立場がみんなと一緒だもん。これを見てるだからもうみんな安心してってもうみんなと一緒です俺。もう新情報を得られるタイミングっていうのが
もう一般人なんですよ。まあ一般人なんですけど、もう YouTuber ではないです。もうモンハン YouTuber じゃない、あの一般人です。皆さんと一緒よろしく、もうこれからもよろしくお願いします。最新情報が出た皆さんに供給されます、公式から。そのタイミングは俺は皆さんと一緒です。楽しんでいこう、同じ立ち位置でね。あのみんなよりも一足先にモンハンの新情報を得るなんてことはないから、うん、ないよ、ないないない、大丈夫大丈夫ね。みんなと同じ目線でいつ来るのかな。8月に新情報来るじゃないですか、プロモーションムービー3がね。でもね、もしかしてその前にまた来るかもしれないよね。もう今回の分かんなくなっちゃったからね。もう8月でもうないんか。まあとりあえず何もまあ気にせずじゃないですけどね、あの身構えなくていいかと思ったらね、あのいきなり来るっていうね、びっくりだったよね。俺もびっくりだった、超びっくりだったよ、ね、楽しんでいこう、同じ感覚で。分かんないよ、もしかしたら7月まであるかもしれないね。俺はないけどね、俺はその情報全くないから、もう予想予想考察、ここも考察していこう、楽しんでいこう。というわけでご視聴ありがとうございました。こんなもんだよな。知ってた。